はい、どうもコミです。さて本日は GS から週末合戦ですね、見ていこうというふうに思います。レイド対戦っていうんですかね。さて今回見ていきたいのはですね、都ホール4に今なってるわけなんですけども、これどんな風にね攻めていくのがいいのかって結構悩んでる方も多いんじゃないかなって思うので、1個すげえね、やっぱ都ホール4ならではの強い攻めを紹介したいというふうに思います。これですね、この二つ目の攻めから、これを GS が採用し始めてるんですけど、何かっていうとね、バルーンなんですね、バルーン。ロケットバルーンなんですよ。都ホール4からロケットバルーンが解放できるようになって、これを使った攻めがとにかく強いんですね。で、どういう風に使っていくのかっていうのを、最終的にはお話ししたいんですけども、まずは、どんなユニットなのかっていうと、この左下にいるこいつですね、こいつ。これ。これですね、今出しましたけども、ドバーって出てきてますよね、これ。すげえヘイストがかかったようなバルーンで、ヒルムラのスーパーユニットにいるロケットバルーンと同じような感じの動き方ですよね。で、出したらヒール当てて一気にその場を殲滅するっていう、これができます。で、ですね、これ今、全部出し切ってないの分かりますかね。まだ4体か、4セット、手持ちに残ってるじゃないですか。で、これが、この、なんていうのかな、終盤の方に差し掛かったところで、順次、残りの4、定分を出していきます。こんな感じですね。はい、ここで、まずやられてしまうんですけども、次のターゲットを決めて出していくって感じですね。で、このユニットの天敵っていうのが、この青い、この爆弾なんですよ。これ。なので、こいつをどういう風に、排除しながらロケットバルーン使っていくのかっていうのがポイントになってくるんですね。十分ドバ出しプラスヒールでもめちゃ強いんですけども、より手数を少なくしようと思った場合、今こんな風にほら、今ロケットを一気に、この、青い爆弾のところ、対空爆弾に直線的にぶち当てましたよね。で、残ったこの対空爆弾もどうしようかなってところなんですけども、これね、そのまま当てようと思うとこっちの大砲に行っちゃう可能性がちょっとありそうだったっていうのと、あとスニークアーチャー持ってってるんで、このスニークアーチャーでこのね、爆弾狙えないかと、考えたっぽいですね。ただ、残念ながら巨爆があったんで全滅しちゃったんですけども、っていうように、ね、スニークアーチャーで、回収をしながら、さらにこの青爆弾を壊しつつ、防衛はロケットバルーンヒールでやっつけていくというのがですね、このタンホールじゃねえわ、都ホール4での、タンホールって言っちゃった。はい、都ホール4での、王道の攻め方の1個になってくるのかなっていう感じですね。ガリガリとですね、こんな感じで、アーチャーでこれ削りを入れてますね。スニークアーチャーを存分に使うと、これ、空には強いけど、陸に反応しないんで、こんな感じで壊してしまったら、もうあとはもうロケバルの独壇場ですね。ゴリゴリ攻めていって、全開と、格好になっていきます。で、ですね、せっかくなんで、この対戦のアタック全部見ていこうと思うんですけども、こうね、やっぱね、出せばいいだけ、じゃあ出せばいいだけなのかもしれないけど、多少のコツがいるかなっていう気は、さっきも言いましたけど、しますよね。この後もっともっとそのコツが出てくるんで、攻めごとにね、今この攻めの中でも本当はもっと言いたいことあったんですけど、言い切れなかったんで、まずはこのアタックの中では、どんな風にロケバルを使っていくのか、どんな、特徴を持ったユニットなのか、で、スニークアーチャーとの使い分けってところをね、お話ししましたけども、早速ね、これもう全開決まってるんで、次のアタックに移っていきながら、そちらの方でね、また、紹介しきれなかった話っていうのをしていこうというふうに思います。こちらですね。はい、ウィザードの谷なんですけども、これも2手で沈めてます。どんな風にやるかっていうと、まずスニークアーチャーでこういうとこ削るんですね、こういうところで。なんでここを削るのが大事なのかっていう話なんですけど、これを削ることによってユニットを出せる範囲がこう広がるじゃないですか。そうするとロケバルをより防衛施設のそばから出すことができるんですね。で、そうなるとロケットバルーン のヘイストっぽい、今これめっちゃゆっくりになってるじゃないですか。出したばっかの時でビューっていく、ロケットバルーンのその加速効果っていうのが、時間で決まるんですよ、こんな風に。今、出たばっかの時に赤く光って、めちゃ早く動くんですけど、一定時間過ぎると普通のバルーンっぽくなっちゃうんですね。なので、なるべく防衛の近くから出して、早めにそのロケット効果が切れる前に防衛に当てていく。なんなら壊した次の防衛施設に移るときにもロケット効果が残ってるような状態で、使っていくようなことが、できるとめちゃ強いわけじゃないですか。
それを狙って序盤にですねこう、タップして置ける範囲をこう広げておく、そのためのスニークアーチャーだったというところですね。でさらにこれ、工場ババリアでこの壁を開けたのは、壁を開けることによってここの壁の奥の方にユニットがはこうタップできるようになるわけですよ。これ開けないと壁の奥って施設が壊れてあってもユニット配置できないんですよね。だから実はここでなんで工場バーバリアン持ってんのっていうところに関してはこれ壁開けがめちゃ重要、次の一手でより相手陣地の深くから攻め上がるために壁開けをしたってことですね。ただまあもうなんだこっちの真ん中ら辺っていうのかなに関しては火力しょぼかったんで、ここはもう上側から一気に攻めて、でさらにロケットバルーンをですね対岸から直線的にこの対空爆弾に当てていって全開していくという格好ですね。これねウィザードの谷にいるこの移動砲台、こいつね実はめちゃ強いんですよ。スーパージャイアントとかでもヒールかかっててもガンガンなぎ倒していっちゃうんですけども、ロケットバルーンを使うとこいつがね完全に仕事しなくなるんで、こんな風に無抵抗のままロケットバルーンにやられるみたいなね、ちょっとかわいそうなんですけど、はい、っていう形になるので、まあそういった意味でもやっぱりロケットバルーンをね、使いこなして空で攻めていくっていうのはぜひね、この都ホール4から、使ってほしい戦術のポイントかなというふうに思います。だいたい話し尽くしましたが、まあもう少しね、じゃあ今の話を深掘るのに、とかまあ噛み砕いて理解してもらうのに、僕も理解したいんですけど同時にね、他の攻めもこの見てみた方がいいと思うんですよね。なんでさっきの言ったことを踏まえて、まあ、どんな風に他の村を攻めていくのかなっていうのも見ていこうと思います。どうせのね、もうね都ホールの一番上のところに見ましょうかね。まずはやっぱり、同様スニークアーチャーで序盤の削りをします。こう削ることによって今ここのね火山のとこまでしかないようなマスが順々にこっちのね、防衛の方にこう迫っていくという形になりますね。で迫っていったらその最前線から一気にロケバル出してヒールかけていくと、まずはもう防衛が密集してるとこにヒールプラスロケバルを流し込んでいくって感じですね。で今見ましたかね、この青い、対空爆弾のとこにロケバルを直線的にやっぱり打ち込んでいくという格好ですね。でさらに工場バーバリアン使って壁を開けていくと、もうこの壁実はね空いてるんですよね。この斜めのところで通れちゃうんで空いてるんであんまり変化なかったですけども、いや違うか、ごめんなさい、こっちに防衛があるからか、ごめんなさい、これね微妙にね分かんないところがあるんですよね。斜めに壁が配置してあると通れちゃったりすることもあるんで、例えばこれとかこの部分の壁がなかったら実はこれ通れるんですね確かとかね、ちょっとそういうのがあってなんか今一瞬混乱しましたけど、はい、2手目ですね。これを、引き継いでの2手目なんですけども、さらにロケットバルーンをこの奥深くから出していって対空砲を一瞬で撃破していきながら、ロケットバルーンさらに追加してこのなんていうのかな、ミニクロスボウみたいなやつ、ちょっと名前覚えた方がいいなこれ防衛の名前が分かんねえな、はい、このミニクロスボウっぽいのを追っていって、で工場バーバリアンを使ってさらにこの、ホール地区ホールですねまでの壁を開けていくという格好ですね。残った怖い防衛、ここに真ん中にこの青爆弾があるんでこいつをどう処理するかなんですけども、はい、順次こうロケバラを追加します。この青爆弾って実は、範囲攻撃になってるんで、4つ5つこう手持ちをバッて出しちゃうとまとめて全部投げ倒される危険があるんですね。なんで、小出しにするっていうのが大事。しかも一発一発が重いっすよねこれ、ドーンってほらグリーンゲージだったのに一発で落っこっちゃうんですよ。だからそれぐらいこの対空爆弾の攻撃威力って高いので、そこをねやっぱケアするのが難しいポイントですかね、これを使う上では。ただ、さっきも言ったようにスニークアーチャーでどんどん周り削り入れてるんで、この青い対空爆弾に迫っていくその、なんか包囲網っぽいのができてますよね。このラインですね、このラインになってるじゃないですか、こういう風に。こっち側どこだろう、ここかな、こんな感じかな、はい、こんな感じで迫っていってるんで、ここにね、次ぐらいでこれを決めようという感じになりますね。これがラストのアタックですかね、このバーバリアンキャンプに対しては。一直線で対空爆弾にロケバル投げ込んでいって、やっぱまだ落ちないからさらに追加。でこのぐらいでやっぱね、ほら、ロケバルの、ロケット感が切れちゃうんですよね。なんで、今みたいにこう狭めて、直線的に対空爆弾にアプローチができるような距離まで、このユニットを出す範囲っていうのをこう狭めていったわけですね。これがスニークアーチャーの仕事です。で、これを壊しちゃったら、もうあとはもうヒールプラスロケバルで、もうなんもね、
抵抗できなくなってるんで、相手の村がもうそのまま押し切っちゃうという感じです。だから守る側から言うと、この対空爆弾をちゃんと守るような配置にしないと、これから多分ロケバルでやられたい放題やられるっていう話ですよね。めちゃくちゃロケバルが強いのでね、本当に。またこのまま地区放浪として全開ですね。でこれ都ホールにもやっぱり使えます、使えるんですけども、やっぱちょっとテクニックが必要で、前に話したですねダブルヒールをこれ使っていかないとちょっと厳しくなります。この都ホールのね、この攻撃範囲ってイーグル砲よりもだいぶ狭いんですよね。だいぶ狭いんで、周りはこういう風にアーチャーでもうちょこ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 削っていくことが簡単にできるんですけども、いざ都ホールの範囲に入った瞬間に、この都ホールの足元であってもダメージ食らっちゃうんで、イーグル砲と違ってイーグル砲って足元はダメージ食らわないじゃないか。都ホール足元でも自分に攻撃してるような感じで落としてくるんで、ドーンって落としてくるんで、それをねやっぱり回避するのにヒール1個じゃ足んないんですよね。ダブルヒールもダブヒーがここでも必要になってくるということですね。さあロケバル一気に前線から出していって、まだヒール使わないですね。これヒール使わないのはここの火力がめっちゃ高いからです。ここに多分火力が高いから、そっちにユニットを出すタイミングでここにヒールを打っていきますって感じですね。でロケットバルーン少しでもね都ホールにダメージ入れてくれよという感じですかね。さらにこの対空爆弾を落としてほしいというところで、対空爆弾が落としきれない都ホールも残った、ちょっとこれは予想外だったんじゃないかなと思いますが、2手目見てみましょう。多分あれどっちか壊れてればもう少しねこの2手目が楽になったと思うんですけどね。2手目はどこから攻めていくか、ロケットバルーン出していきます。上の方はスニークアーチャーでもう削り入れてますね。で一気にこのまずは対空爆弾落としてから、はい、ここから都ホールに向けてロケバルが出ていきます。ですかさずここダブルヒール入れていきます。こうすることによって回復量がグイグイ上がるんですよね。なんでなかなか対空砲のダメージと都ホールのダメージダブルで食らってもやられない。さらに裏からバルーン入れてこの虹側の対空砲を落としてましたよね。これちょっとねすぐに使うのは難しいし、どんな場面でもこれねやろうとすると失敗しかねないんですけど、冒頭に言った手元にロケットバルーンを1、2手分、まあ、2手分ぐらい残しておくような使い方をすることによって、これ真ん中部分でヒールを今焚いてるじゃないですか。焚いてるヒールでユニットが持ちこたえている、防衛食らいながら持ちこたえている間に後ろから、対空砲をこれを壊す用のバルーンを投げ込むんですね。そうすることによってこのバルーンたちってダメージを受けずに対空砲を壊すことができるので、その後こっちにもここに流れていって周りの防衛もおまけに壊してくれるってことができるっていう感じですね。これクラッシュ僕らのこのヒルムラの、ラバルなんかする場合に、上手い人がこうポポンポポンポポポポンってこうね散りばめながらバルーン出してますけども、あれと同じですね。序盤にターゲット取ってもらっているバルーンたちが、踏ん張っている間に裏からバルーン当てていって、防衛壊すっていうのはもうこれ昔からね、もうクラクラのどうだろうタウンホール8ぐらいからかな、もうやられている いわゆる裏バルってやつですよね。はい、テクニックになってくるんで、これめちゃくちゃロケバル使うときもやっぱり強いということですね。ただそれでも落ちない都ホールっていう感じですね。まあ、都ホールだけに関して言うんであれば、もしかしたらスパウィズを使った方が強いのかもしれない。ダブルヒールからのスパウィズですね。スパジャイスパウィズで、こういう風に防衛が隣接しているないしは1マス空きで置かれている場合には、そこを、なんていうかな、全部チェーン、スパウィズのチェーンで壊しちゃうっていうのがもしかすると強いのかもしれないですね。ただまあ、これでしっかり都ホール落とし切って、これも裏からバルーンを当てていきながらヒールですね。もうここまで来ると鉄板パターンに入っちゃってるんで止めようがないですね。これはもう強いなって感じです、うん、あとはそのままスニークワーチャで周りを回収して全開という格好になっていきます。とにかく都ホール読んで、この都ホールそのものに関してはちょっとまだ議論の余地ありかなと思うんですけど、他の地区ホールバーバリアンのとことかウィザードとかに関して言えば、このロケバルの使い方ってめちゃくちゃ上手い人からすると配置が甘かった場合も特にね一発で全開取れるんじゃないかぐらいのポテンシャルがあると思うので、ぜひ
試しに使ってみてもらえたらというふうに思います。でガーゴイルを使うって手もあるんですけど、多分ねスニークアーチャーの方がいいと思います。ちょっとまたそれは次回お話ししていこうと思いますのでお楽しみに。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。